敗だ。こんな勝負でどっちが優れたサッカー選手か分かるわけがねえ。それを決めるのは試合だけだ。お前からの挑戦は対抗戦で受けてやる。対抗戦。天才ゴールキーパー若林からの挑戦。滝、もっとカーブをかけろ。はい。来すぎ、そんなシュートじゃ全国では通用せんぞ。はい。おお、小学校にサッカー専用グラウンドがあるとはな。とにかく一点でも取れば絶対にシュートは勝つんだからな。よし、今度は伊沢、滝、来すぎで行ってみろ。はい、行くぞ。ダメだ、もっと早く動け。今度は滝、来すぎ、伊沢だ。はい。さすがに全国大会で優勝したチームだな。次のバスケ部はこの間の練習試合にダブルスコアで勝ってますから白星間違いないでしょう。バスケ部はまるっと。ここまでの予想では7勝7敗だな。となるとあと残るは未だどこにも勝ったことのないサッカー部か。顧問の先生にも見放されてるんだもんな。しかも相手は全国制覇の修鉄小サッカー部と来たもんだ。ああ、これで負け越しか。待って。え？つばさくんがいるわ。ああ、昨日あの若林から1点もぎ取ったあいつっすか。だけどサッカーは11人でやるもんですよ。一人上手いやつが入っても他のが勝つばっかりじゃん。何言ってんの。そこをカバーするのが私たち応援団の役目でしょ。さあサッカー部に葉っぱかけに行くわよ。どうす。みんな、今日から俺たちサッカー部に入ることになった翼くんだ。大空翼です。よろしく。こちらこそよろしく。一緒に頑張ろうね。うん。翼くん、昨日はこのグラウンドを取り返してくれてありがとう。すごいよね。なんたってあの若林からヘディングシュートでゴールを奪ったんだもん。いやあ、姉子、一体何しに来たんだよ。あんたたち対抗戦が近いってのになんで練習してないの。今度試合に負けたらサッカー部の部室は新体操部あたりに取られたりするんじゃない。そうなると教室や校庭の隅で着替えしなきゃならなくなるんだぜ。かっこ悪い。こないだの練習試合のようにまた30対0とかで負けたら部室どころかサッカー部そのものがなくなったりして。勝てばいいんだろ。無茶言うなよ。相手は去年の全国大会で優勝した修鉄なんだぞ。僕らとはレベルが違いすぎますよ。そうかな。昨日ドリブルで抜いた時にはそれほどとも思わなかったけど。お前何言ってんだよ。翼くん知らなかったんですか。昨日の修鉄は2軍の選手だったんですよ。若林くんと共に修鉄ゴール前を守る巨漢のディフェンダー高杉くん、ゲームメーカーのミッドフィルダー伊沢くん、俊足フォワードのアシスト王滝くん、そして点取り屋のセンターフォワード木杉くん、それに若林くんを加えた5人が去年修鉄が優勝した時のメンバーで、その実力は中学生レベル以上だって言われてるんですよ。だからって試合する前から諦めるなんて。どんなに上手くても同じ小学生だろ。でもな。そうよ、何もしないで弱音を吐くなんて最低よ。さあ練習練習。何すんだよ。行こう一体感。はい、おはい、はい、よし。れ何ボサッとしてんのよ。ほらあんたたちもやったやった。行くぞ。よし、5分間休憩だ。監督、若林キャプテン今日も学校休んでますけど一体どうしたんですか。まさかあの軟活の転校生にゴールを決められたショックで。心配するな、
若林はそんなやわなやつじゃない。対抗戦まで自宅にこもって特訓すると言ってたから、今頃は専属コーチの三上さんと。源蔵、ちょっとこれを見ろ。何ですか三上さん。こいつは昨日の。ああ、あのセンタリングを上げた酔っ払いだ。まさかブラジルナショナルチームのロベルト本郷が日本に来てたとはな。俺には関係ない。今俺の頭の中にあるのは大空翼に勝つことだけだ。今度の対抗戦は終鉄が勝つか南葛が勝つかじゃねえ。この俺からあいつが1点取るか取らないかなんだ。それより三上さんが言ってた強力なストライカーはいつ来るんですか。ああ、もう来てるさ。紹介しよう。この二人は。おい源蔵、ちゃんと挨拶を。挨拶なんか後だ。俺はペナルティーエリアの外からのシュートなら絶対にキャッチする自信がある。ついでに言っときますが、小学生だと思って手加減すると恥かきますよ。おい源蔵。いいですよ三上さん、俺たちはこのために来たんだから。若林、この生意気な鼻をへし折ってやるぜ。どうだ若林、俺たちのシュートは小学生のとは少し違うぜ。どうだ、まだやるかい。当たり前だ。そうか、行くぞ。また来た。何さすが南葛商業のキャプテン宮本君とエースストライカーの杉山君だな。そうか、インターハイ優勝の南葛商業のお二人が。道理でいいシュートだと思ったぜ。だが今度は絶対入れさせねえ。その根性だけは買ってやろう。だが何度やっても同じだぜ。何？どっからでもかかってこい大空翼、俺は絶対に負けんぞ。もうダメ。どうしたのみんな、もうバテちゃったの。翼、一体お前のどこにそんなスタミナが。だらしないぞみんな、そんなことじゃとても終鉄には勝てないな。今終鉄の練習を見てきたんだが、今のまま戦えば10点、いや20点差で負けるな。ちょっと変なこと言わないでよ。お酒臭い。真っ昼間からお酒なんか飲んで、そんなんじゃ翼くんのヘディングシュートのことも覚えてないんじゃない。おじさん、昨日のセンタリングは曲がり具合といいコースといいドンピシャリだったよ。おじさんもサッカーやってるんでしょ。そんな酔っ払いがサッカーなんかやってるもんか。あれはまぐれだったんですよ。そうよそうよ。あ、すごいよ。どうだやつはさ、俺からボールを奪ってみないか。負けるか。ほらどうしたつばさ、俺からボールを奪うんじゃないのか。そんなことじゃとても終鉄には勝てんぞ。あいつ、つばさを軽くあしらってやがる。早く俺を止めないとシュートするぞ。絶対止めてやる。しまった。魔人のゴールでシュート外してやんの。まだボールは生きてるよ。何？あれは？今のはオーバーヘッドキックだ。
おじさん、オーバーヘッドキックができるなんてすごいよ。おじさん、俺たちのコーチになってよ。え？何言ってんだよ、翼。みんなからも頼んでよ。この人にコーチしてもらえば終鉄にだって勝てるよ。ちょっと待ってくれよ。俺は用事が済んだらブラジルへ帰らなきゃならないんだ。だったらその用事が済むまででいいです。お願いします。それじゃ俺がオーバーヘッドキックでシュートを決めたらコーチになってくれる？なんだって？翼くん、いくらなんでもそれは無理ですよ。小学生にオーバーヘッドキックなんてできっこないぜ。それはやってみなきゃわからないよ。ねえおじさん、俺にできたらコーチをやってくれるよね？まあ考えてもいいわ。よし、見ててよおじさん。なんてやつだ。一度見ただけのプレーをすぐ真似できると。翼くん、やはりやめた方がいいです。怪我しちゃうわよ。平気平気、なんとかできそうだよ。それ、今度こそ。おりゃ、こりゃ難しいや。翼くん、やっぱりやめさせた方がいいんじゃ。そうだな。おい、やめろってば、翼。もう少しやってみるよ。結論から先に言おう、ロベルト。せっかくブラジルから来てもらったが、どうやら手遅れだったようだ。君の網膜剥離はもう手術しても治らない。じゃあこのままサッカーを続けることはどうなんですか、先生？試合は無理だ。今度プレー中に強いショックを受けるようなことがあれば、君の目は完全に失明するだろう。本郷にパスが渡った。ロベルト本郷、華麗なドリブルで相手ディフェンダーをごぼう抜きして、そのままシュート、ゴール！ブラジル、ロベルト本郷のゴールでワールドカップ優勝。大空キャプテン、せっかく眼科の名医を紹介してもらいましたが、やはりダメでした。ブラジルを出る時から覚悟はしていましたが、やはり最後通告はずしりと心に応えます。ワールドカップ優勝の俺の夢も終わりです。これからブラジルに戻って引退を。おい翼、もういい加減に諦めて帰ろうぜ。いくら練習したってオーバーヘッドなんて無理だって。でもあと少しで感じがつかめそうなんだよ。
なんだ、まだやっていたのか。それにこのくらいで弱音を吐いてちゃ夢が遠のいちゃうからね。夢？そう、全日本代表でワールドカップに出て優勝するんだ。へえ。翼、お前は俺と同じ夢を。そんなの無理に決まってる。日本なんかアジア予選すら突破したことないんだぜ。ましてや優勝なんて。そんなことないよ、一生懸命練習すればきっと夢は叶うよ。俺はワールドカップに出て優勝するんだ。絶対諦めないぞ。くそキャプテン、もうそろそろ帰ろう。ちょうどいいや。おい翼、何？石崎くん。なんかお前を見てたらこっちまで夢を見たくなっちゃったんだよ。行くぜ翼。うん。当たった。おいお前ら、ボール拾いしろ。キャプテンの言うことが聞けないってのか。分かったよ。ああ、せっかく片付けたのに。翼、今の調子でもう一丁だ。うん、行くぜ。おお、よこそ。とりゃとれ。石崎くん、ボールを。行くぞ。翼くん。くっそ、このくらいで負けるもんか。そうだ、立ち上がれ翼、夢に向かって。お前の名のように大空へ向かって羽ばたくんだ。立て翼、このくらいで負けないで。ファイト翼くん。みんな、よし、今度こそ。翼、こいつで決めろ。よちょっと、やったよみんな。翼くん、逃げちゃった、この野郎。翼くんを見てたらなんかやる気が出てきたよ。僕たちも翼くんみたいに頑張れば終鉄に勝てるかも。カモだって。カモじゃない、勝たせてみせるさ。え、それじゃコーチを。ああ、引き受けよう。やった。待てよ翼、おじさんは確かにサッカー上手いかもしんないけど、そんなに酒臭くってコーチなんかできんのかよ。酒は今日限りでやめだ。ああ、これでいいかい。おじさん一体誰なの。俺か。俺はロベルト・ホンゴ。ロベルト・ホンゴ、あのブラジル代表のエースストライカーの。あ、そういえば武将品を操ってるけど間違いないですよ。ロベルト・ホンゴがコーチか。こりゃ本当に終結に勝てるぜ。なあみんな。ああ、その代わり俺のコーチは厳しいぞ。みんな覚悟しろよ。はい。よしみんな、学校までランニングして帰るぞ。大空キャプテン、さっきの言葉は取り消しです。
俺は当分日本に残ります。俺の果たせなかった夢を、ワールドカップ優勝の夢を、あなたの息子大空翼に託すつもりです。翼、俺はお前をワールドカップのヒノキ舞台へ連れて行くぞ。必ずな。